イプ椅子で SOS の文字、熊本高校高校グラウンド、紙、トイレットペーパー、パン水 SOS 国府、熊本市中央区高2丁目の熊本校、国府、高校の校庭に約200個のパイプ椅子によるメッセージが現れた。16日未明の地震後、近所の住民ら約400人が避難してきたが、救援物資がほとんど届かず、16日夜から菓子と飲料しか口にしていないという人も、やれることは何でもしようと卒業生らが作った民の声に続く